この番組は、ブランド買取専門店、エコリングの提供で、お送りいたします。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今日も始まりました。幸せでないと。はい、パーソナリティの菅原です。そして、川上みずです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日のゲストをご紹介します。 一般社団法人ライフバランス協会代表理事、菅義美さん、そして、えー、次男の菅健人さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ない、えー。なんか今日は家族会議ですか、これは。<laughs> すごい。すごいね。なぜ来たのかと言いますと、とえー、先日、えー、初出版されまして、三、うん、兄弟の足跡。はい はい、先ほど本屋に立ってずみで並んでました。えー、ありましたね。あり,たねねありがたい。ありがたいはい。ということと、ええー、まあユーチューバーもやってるし、はい、ええー、いろんなこともやってる、ええー、ケントさんです。はいはい、よろしく <laughs> こっちのケントで有名です。結構業界の人は。 YouTube でこっちの検討を見てびっくりしてます。見ていただいてますね。歌がある、そして編曲がある、一人で何役もやってボイパもやってる。はい、多分まあ珍しいタイプだと思います。珍しいタイプね。珍しい生き物やね。まあまあ多分スモーキー全員に言えることだと思うんですけどね。マスクも自分で作ってるしね。そうそうオリジナルですね。はい。じゃあえっともう一度じゃあ一般社団法人ライフバランス協会も含めて自己紹介。あ、すごいよしみさんお願いします。えっと。 えー、なんかおかしな感じで目の前で今紹介をしてくれましたのは <laughs> 主人でございます。うん、で、妻でございます。うん、はい、あのすごいおみと申します。うん、で美容サロンを経営をしておりまして。うん、で、もともとそのお客様にあの子育ての相談とかを受けるようになって。うん、まあうち男の子3人ね。長男がまあ有名な。 あの有名な人がいてて S さんがいてて <laughs> で、まあ、次男が今ねあの隣に座ってるケントが今我が家ではすごくいろいろとウェブ関係の手伝いをしてくれたりキ,、うんまあ、キーマンやね。キで,すで、うん、今日のねこの番組でもいろいろ編集してくれたりとかっていうことを手伝ってくれてましてでもう一人三男が今大学。 うん、4年生の息子がいるんですけどその子供たちがあの本当にこう、まあ、親ばかなんですけどすごくいい子供たちに育ってくれましてもう本当にもうありがたくってでそのお客様からすごい相談を受けてたんですよ。どうしたたらあんないい子供たちに育てれるのっていう、うん、それであの少しずつお話をさせていただくことがありましてでそういうところから今度は PTA 関係の学校関係 県のところから、子育ての講演会とか依頼をまた受けるようになって。はい、おかげさまで、ありがとうございます。いろ,いろんなところから呼んでいただけるようになって。うんうんうん うん、でそういうことからやっぱりそのまあ美容のお仕事ともう一つ柱を持っていこうってことで,であの子育てに対してのアドバイスとかをしている中で是非本あの作られたらいかがですかっていうことをあの辰巳出版の方からあのお話をいただきましてそれで今回「三兄弟の足跡」っていうねあの本をあの出すことが はいできてものすごく嬉しいんですけどん、まあ、呼んでいただいた方からもあの普通の何て言うかなテクニック的な子育てテクニックとかそういうのではなくて<お>、まあ、あり方親としてのあり方であるとかっていうところがあのいろいろ書いてあるものなんですけど、うん、その中にもやっぱ今隣にいる次男も実際にあの子ども目線で。 うんあの感想とかもここに入ってたりとか、だから親の私からだけの目線の本ではなくて、やっぱり家族が一緒に関わって家族目線でのコメントとか感想とかも入ってるっていうことが、うん結構そこが読みやすい一つの理由ですね。これねあのそうそう大体ページの終わりにこう子供たちのコメントがあってね、父親とはどんな存在？長男良くも悪くも僕にとって父親り 父より理解できない生物はこの世にいないと思っているので誰と会っても怖くないとかいくつものオチがあって書いてくれたなって感じでやっぱ面白いコメント多いですよねあのね『焦点』かっていうぐらいコメント力がこの人にあるんででも俺子育てね、コメント力を育てることやと思うんだよね。映画見てその えー、自分の思いとか表とか何に生かすかとか、文句だけ言うんじゃなしにね、うん。そうですね。あのー、うん、何でも、そう、食べ物、美味しかったものも何が美味しかった、どう感じたのかというコメント力というのが。 そうやっぱしかもそのコメント力の中でも、うん、そのちゃんと作り手側の目線に立った時に、うん、例えばこのシーンこの方が良かったら例えば曲とか歌詞とかもこっちの方がいいんじゃないかと思うけど多分そこには作り手のこだわって、うん。 そこうそうそう例えば例えば例えば映画とかもそういうのがあったんだろうなって思えるようになってるのでやっぱそれは昔から映画見せてもらってたのがそうですねでちっちゃい頃からよくまあうちの主人からねうちの子供たちがまだ小学校の低学年ぐらいから「今日あったこと良かったこと3つ言え」とか寝る前に毎日毎日食事してる時でも「今日良かったこと5つ言え」とかうわすいな 感じで、まあ何 <laughs> でもいいね <laughs> 今日10円拾ったとかね。そうそうそういうことで今日好きな子が歩兵だとか何でもいいね。<laughs> <ー>今日良かったこと三つ言えと。うん。ううん、そうそうそう。 やっぱりあのあら荒木って三男がねあの本の中にもあるんだけれども、ちっちゃい頃ってあの言葉ってなかなかこう上手く伝えるのが難しい時に、いや楽しかっただけやったらどう楽しかったか言い直せっていうのがあのもう正しくなくなるけどねそんな言われて実際もうその時はあの嫌やったとそうですよそれは嫌やったとね嫌やったとなんでそんなこと言わされる毎年が発表会みたいな

自分でコメントしろって言ったらむっちゃ役だったとかなんか自分で感じ方が全然違うってこと分かってきたとかね友達とにその辺の細かい積み重ねおうちの中での家族の在り方とかチームプレーだといつも思ってるんでのチームなんですよねそのチームの中でそれぞれが輝くタイミングをパスしてキックする誰がキックするかとかっていうそれをうまく楽しく。 うんあのできるんだよ、別にあの一人だけがすごくなくってもみんなのチームでうんあの素敵に戦えばいいんじゃないチームがあれば補助できるしね、最近は自己肯定感とコミュ力やと思うのでね、これがあればまあ自信持って生きていけるというか逆にそこなかったら教育って違うんちゃうのっていうね、先生方も。自己肯定ないかも ごめんなさい私はあのよしみママとかには、ね、何回もお伝えしているんですけど私結構ありがたくこうすごーけーと仲良くさせていただいていてもう何年も前に本当初めて、えー、家族でご家族とみんなとお話しさせていただいた時に一番感じたのが、うん、なんでこの兄弟はこんなに自己肯定感がしっかりと、うん、それはその自信過剰とかそういうのじゃなくて自信、うん あのそう過剰じゃなくてその自信なんですね過信じゃなくて自信みんながその自分の自己肯定感がちゃんとあってさらに、その質語家は素晴らしいところはコミュニケーション量がすごく多いあとはあの褒め言葉褒め言葉が家族ってやっぱりシャイになるじゃないですかなのにみんながこう惜しげもなくみんなのいいところを常に褒めてるお前ってそういうとこほんまええよなとかそうそうそう兄弟関係でも お二人でも三人でも子供たちでもうなんか男兄弟の家族って結構あのボソボソっと喋って終わるような家って多いじゃないですか。ね、男の子の兄弟でこんな。 に会話量が多くて、うん、褒めあって、うん、で自己肯定感が本当にみんなそれぞれにちゃんとあっていいや本当にすごいなってい、まあ、たまたま僕周りに社長多いけれど男3人息子とか多いんですよ、たまたまね。んなんか多くて一番下のむ 子供が偉そうにしてるっていうのも多くて、お兄ちゃん2人を呼び捨てしてるっていうね、下の名前それも我が家もそうなんだけど、でもね、なんかそのバランスもよくて、どうなのかな、真ん中なんか賢人君はいいですよね。位置づけ、上見てしてみて。そうですね、なんかよくさ、兄弟の真ん中です、長男ですみたいな会話を友達とかと、あと仕事仲間とかとしてると、なんか真ん中同士って、その 真ん中なんですって言うと、なんかすごい絆が生まれる。まあ、いろいろある。だよね。二十万。そうそうそう。なんか、その真ん中の良さみたいな、やっぱ仕事上でも出てるなとは思うね。まあ、でも、本当に気をつけてたことは、あの、それぞれ。の、いいところ、悪いところって書き出すと、みんなあるわけですよ。長所、短所って。でも、短所はって言われて。嬉しい人なんて一人もいないので。できるだけ家族、家の中では。いいところを見て。 見つけてて褒めてそれを言葉に出すっていう,うん、うん、ことはずっと気をつけてて。 あの心がけてたことなのでなので多分その先ほどねあのおっしゃっていただいた自己肯定感というか嫌なところばっかりうわって言われて自己肯定感で多分広がらないんだろうなと思うので良<ー>くないところが長所短所あるんだ短所も絶対あるんですよ。<ー>もうそれはお掃除ね例えばしうちの主人が家でね <laughs> 私が掃除した後にこにゴミピューってこんなことをされた日にはもうやの嫌になるじゃないですか。 いや、嫌になるんですよ。<laughs> でもそうじゃなくてあ。この家はいつも楽しくって嬉しい。家でって言って主人が帰ってきてくれて、いつもそれを言ってくれるんですよ。だからそういう感じで。とにかくあの長所を。 褒めるというかうん、うん、家族人のしてることであったとしてもいんなんか今日はなんか歌カラオケ一緒に行ったけどえーえー、歌歌ってたなお前みたいなうん、うん、とにかくいいところを常に家の中で褒め合うっていうことはすごく気をつけてて、うん、あのエピソードいくつかあって面白いんですけど、うんはい、大きなビュ牛乳瓶が割れたの話はちょっと知ってもらえるとねうちの三男が、うん、えっとまだね幼稚園には行ってない頃の話なんですけどあの。 えっと、牛乳瓶の大きな牛乳瓶が毎日た、ねうん、届いてるんですう。である日いつもはあの長男次男が取って、うん、まあ玄関の外にとあの届いてるのを取ってで家の中に持ってくるっていう、まあ、しあのなんかこう。 暗黙ののうちのお手伝いみたいなのがあったんだけど、うん、ある日末っ子のさんなが「今日僕取ってくる!」って言って元気よく取りに行ってくれたんですよで大丈夫かなっていうのは多分みんなも思ってた <laughs> あいいつ大丈夫かなっていうのは,いや,はうやっぱりまだちょっと自分で歩くのもまだちょっと3歳ぐらいの, <laughs>、うん、あの牛乳瓶だったんで、うん、で,でもまあせっかく僕取りに行くって言ったのを。うん あのまあ止めるわけではなく、うんうん、どこまでちゃんとできるかを見届けようっていう気持ちでまあ、見てたんですよ。はい、で、玄関の外に行って取ってきました。はい、で、玄関まで入ってきました。<ー>その。 んっててたんす持いもう本当に濡れてるじゃないですか。<laughs> うんね、で上と下と抱えるってこと分かんないから上だけで必死で持ってたから落ちちゃった <laughs> <と>もう牛乳瓶だらけの破片だらけの牛乳が <laughs>、はい。 もう散乱する。本人大泣き。本人をなき、旅館的中。もう、もう、やっちゃった。もうね、もう。リビングで聞いてた人たち、全員、あ、言わんこっちゃない。や、っぱりやってしまった。かってじゃ、そこで、大切な、次の役割もあるよ。そう、そう、そこで。対応が素晴らしいですね。で、そこで、その。いろいろ考えたんですよ。ここで、怒ってしまうこともできるし。私の感情をぶつける、朝。 今から牛乳飲もうって思ってた牛乳がなくなってから牛乳飲めない <laughs>、はい、で朝バタバタしてるこのせわしい時間帯に大掃除が始まるわけですよ、はい、<laughs> もうそれも普通ではないあの大瓶みたいなもう瓶なんで危ないし,<ー>し、ね、牛乳って実は臭いんですよ何回も拭き掃除しないといけない<ー>だからほんま合わないそれだけそうそうそう そうだから頭の中でいかに起こるかとかすごくどうしようかっていうのはうわーっと出たんだけれども、うん、このタイミングで大きな声で私が叱ってしまったら、うん、その3歳4歳のあ3歳だったかな荒木は二度と手伝うのやめようと。 怖い失敗する怒られるどうしよう怖いや、うん、めようっていう風になるのではないかなと思ったので、うん、あの一切その時怒らなかったんですよ。うんうん、であのとにかく片付けるからここ座ってお母さんがどんな風にして片付けるか見といてって言って。あの 玄関のとか座らせて、もう本人、おな、ごめんっておなき。かわいいね、おなきなんですよ。うん、で、座って、見てもらってて、こうやって、ね、瓶って危ないよって、手でね、すぐ触ったらね、手が怪我したらダメだから。うんうん、あの軍手とか持ってきて、ガラス瓶をまず取って、それから何回も拭き掃除をして、最後に掃除機するんだっていうふうに。で、あの。 うん、次持つ時は上だけじゃなくて下もこうやって抱えてうん,うん、うん、元をね、うん、っていうところまで教えて、うん、まあ一応終わったんですよ。なので その時にすごく良かったなって自分で思うのが冷静に対応できたので怒らなかったので彼はお手伝いをすることに対して怖がることがなかったんですその後なんかチャレンジをするっていうことをその時に学んだようなお母様が失敗を許容してあげたっていう自主性を守ってあげた自主性を潰さなかったっていうのが らあの時に本当にやりたいお手伝いして喜んでもらいたいっていう融姿が見れたこともすごく嬉しかったしチャレンジ精神がね怪我しなくてよかったかね家族に見守れてるとかねそういうこともね含めてね子育てだけじゃないもんね社会出てからも例えば上司部下がいてさ部下がこれやりたいですって言ってほんまはんか10 満点中7点ぐらいけど、うん、なんか上司があとはもうこっちでやるからみたいになって持ってかれてしまうとやっぱりこのな何点やったらなってなっちゃうしそう,そういうところにもちょっと通じることはあるよね。ということで、えー、音楽を挟んで後半いきたいと思います。田のはいということで。 三兄弟の足跡が出ましたやっぱり普段から公演してて結構泣かす公演をされるんですよ。うん、僕もかばん持ちで行ったこと何遍かあるんですけど <laughs> 泣かせるか僕笑わすんはあるけど泣かせるまではいけへんな思ってうん,うん笑わして泣かせるこの すごわざというか吉見さんの講演力はすすごいでねこの前もそれこそ講演会両親が講演してるところ見に行ってやっぱこの改めてだろう第三者に自分のこと僕たち家族のことを喋ってる姿を見るとやっぱそういうふうに思ってたんやとかそそううお互いさまこの本書くにあたって僕たちのインタビューとかも載ってると思うんですけどお互いさま思うことはその時はこういうふうに思って接してくれてたんやとか。家族である 同じ時住んでるけれどお互いのことをそんなに知らないというかちゃんと喋ってないことも多いよね、一人の生き物としてもね、まして親は子供を所有物やと思っても大間違いな子育てしてるし最近、また変な事件がたくさんありますよね、僕もそういうの見たら絶対子育て間違ってるなっていう、どっかストレスがかかってたとかあるかもこの人の親はっていうね、親は一生責任を持たなあかんような気もするしね。 まあそれをどうやらなか、そして企業もやっぱり親子関係なので社員社長で家族だって言ってぐらいから会社はそういう意味ではちゃんとそういう役割っていうのはこの本から結構企業家も学べると思うんですよ。あそうだと思います本当に。うんそうなんですよね。うん。天徳君は昨日読んでみて、でも率直にどんな風に思う？いやでも率直にやっぱなんやろうななんか。 改めてその昔そのさっきおっしゃってたその家,、うん、家帰ってきて、うん。うん 今日いいことこんなことあったって言ってた雰囲気に似ててこの本を作るにあたってみんな改めてしゃべり合ってさやっぱあの雰囲気がそのまま多分乗っかってる本だなって読んで思ったしそれこそお父さんの本読んだ時も思ってんけどやっぱ自分の知ってるエピソードやし僕目線のエピソードが親目線で書かれてたりするからこの本は特に僕たち目線の内容もあるやないカメラワークと心理ワークはちゃうわけやからね。 ね、自分が見てた映画のなんか副音声を聞いてるような面白いやっぱそのこういう,なんだろうな子育て本って、まあ、よく親目線が多いけどやっぱこの子目線があるから、うん、なんかよりそのなんだあえてあったすれ違いとかさ、うん、この時こんなこと思ってたんやっていうのが、うん、やっぱどんな場でも生かされそうやなっていうのは思いましたね。 なるほどこれは三兄弟の足だとパート2、3、5ぐらいまでいくと思うんでね、足のころはお父さんいなくなって君たちが60歳超えてるいな <laughs>、ね、僕たち版のね、でもそれ,それこそ思いましたよ、やっぱ自分が親になった時に、やっぱ一番の参考書になるなっていうのが。うん そこは本当にありがたいな。嬉しい。こよう言ってくれる。ファミリーフィストリーが全巻、ね、全五巻コンプリートみたいな。ファミリーフェスね。でも今回本当にね、あの本を書くにあたって、家族にそれぞれインタビューしたんですよ。この時どう思ってたとか。締め切りがあってね、携帯ですぐに返信が怒られるという。まあ、ありましたね。はい。 それがありましたので、ね、えー、反映されてます。ぜひご覧くださいね。三、はいえー、兄弟、三は数字の三で、三兄弟の足跡を、えー、検索ください。はい。ということで、えー、幸せワードをお聞きしましょうか。すごいよしみさんの。うん、はい。あ、幸せワードは。うん えと笑いと感謝ですまさにすごうけんを象徴するようない,、はい、いつもねあの美容のお仕事をしてるときにも、うんえっと、口角を上げてくださいって口角をげるだけでも即答要がリラックスして幸せホルモンが出てきて、うんうん、あなんかチャレンジしようかなとか、うんうん、もうちょっと頑張ってみようかなとかっていう気持ちになってく,れくるので<ー>なので笑顔っていうのが一番、うん、あの私は大好きですね。 眉間の視野もいけないしねおっちゃんのねそう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 ,うん、うん、で意外とあの笑顔って自分はしてるつもりでうん、うん、他人からは。確かに 笑顔に見えてないことが多いんですよ見せ笑顔が終わと思目が笑ってない僕も YouTube で歌うときに例えばあのよくあると思うんですけど MV とか自分の歌ってる姿を撮ってるときはあんま見れない撮った後に確認したときにこれあんま笑顔じゃないなみたいなやっぱ多いそう分かるありますよね お料理してる時もキッチンの上に鏡をあのう置いてたり、あちこちに自分の笑顔っていうのは私もトレーニングのつもりで、なるほどどう見られてるかをね大事に。いやでもなんかすごいけば本当によしみママの笑顔と笑い声があるから本当に明るいいつも。もう天然ですからね。この笑い声です。この笑い声があるから。 と感謝ですね。感謝です。感謝そうですよね。当然ですよね。命をいただいたことも、すべて今日の出会いもね、呼んでいただいたことも。ご先祖様のね。そうです。このマイクにも感謝だしね。ありがとうございます。ラジオ局にも感謝しね。ありがとうございます。本当にその中もね、もう神様が作ったものより、人が作ったものの方が多いから。ねそうですよね。本当そうだと思う。僕はそう思ってます。なるほ本当にね、うちも本当奇跡の歩みで、ずっと来てるわけですよ。いつの間にか東京にみんな来ててね。うん。 長男といいねすごい奇跡とご縁と感謝でね成りゃってるわけでやっぱりそれはずっと原点回帰の思いとかなあかんねそうなったらやっぱり人間としても天狗にならないとかね常に思いやりを持って接してれるとかねまた次のいい出会いができるとかねそういうことだと思います。はいということで一般社団法人ライフバランス協会代表理事の菅生芳美さんそして菅生健人さんに来ていただきました。 三兄弟の足跡絶賛発売中です。はい、えー、ぜひ手にとってお読みください。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、うん、すごい,い,すごい面白い今日はね、家族会議でしたね。<laughs> そうですね。家族会議。それでは、えー、須田マサキの新曲ラストシーンでお別れしたいと思います。はい、パーソナリティはすごい荒れたと川上水樹でした。はい、また来週おや,おやすみなさい。おやすみなさい。 この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめインターネットの「サイマルラジオ」を通して全世界でお聞きいただくことができます幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます幸せでないとでご検索くださいリスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思いますメールアドレスは info.com f m. J p ファックス番号は皆さんからのご意見やご感想をお待ちしております。